編集長がこのハイエースにつけてるやつ、はいはい、あの編集長友達にもらったやつあるじゃん、あの寺本からもらって言っちゃった。ビワちゃん始まるよ、全員集合。この番組は TDI チューニングの提供でお送りいたします。おはようございます。うっす、寒いっすね今日。寒いね今日。ちょっと諏訪の方とか雪だよ、もう3月だよ。いや3月もう後半、今年20日だから後半じゃ後半だよね。今年おかしいっすね。ちょっと結構雪降る多いよね。でいきなり乗ってますけど、いきなり乗ってるけど、今日は何かというとはいはいはい、とりあえず、はいはいはい、受けいただきました、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。あの、TDI チューニング、はいはいはい、はい、TDI さんの方で、まあ、サブコンですよね。はいはい、まあ、はい、要はそういうことですね。サブコンをトラックの方で、はいはい、ピュア号。はいはい。そんな名前だったんですか、これ。そんな名前だったっけ。まあ、これにつけてみようと。つけてみようと。ぜひちょっとつけたレビューを出してくれってことで、はいはい、送っていただきました、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ですね、なので今編集長のハイエース積んで、はいはい、で、坂へいます。はい、まあ、今のところ平地ですけどね。平地ですけど、でまあ確かに平地ならね全然普通に、はい、今この車28年ぐらいの車かな、はいはい、5000cc の、はいはい、ミヤループ、はいはい、5100、5120、はい、センチュリーよりでかいですね。一緒にすんなよって言いながら、えってみんな思うかもしれないですけど、トラックって意外と排気量小さい車あるんですよ。はいはいはい、はい、でこれは特にエアループだけな、はいはいはい、エアループ仕様のやつになってるんで排気量少ないです、はいはい、で正直言うと力ないです、はいはいはい、力ない車ですね。2台積みなんですけど、2台乗せると結構重いんですよ、はいはいはい、重いよね、重いさ、まあ、そりゃそうっすよ ね、だって車2台ですよ。2台でね、まあよくイベント行くのにね、はいはいはい、うち2台でトラックあるんで積んで高速行く、はいはい、で坂がすごいとか、はい、山梨はあの山梨から出るとき必ず坂なんですよ。まあ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 、はい、どっちに行っても東京方面、はいはい、長野方面、静岡方面、どっちに行っても山なんで、すごく車が重くなるんですよね、はいはい、で重くなるとやっぱり進まない進まない、はいはいはい、で変な話だけど3トンの方がああ、はいはいはい、まだ力あるんですよ、はいはい、3トン行くのは4000かな、あ、はい、4000のターボ、これ5100のターボ、はいはい、なんだけどやっぱり車重、もともとの持ってる車重が重いから、まあ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 力がないんですよね。で、もうそっと抜けるぐらいアクセル踏んでるんですけど、はいはいはい、追いつかないとか、はいはいはい、結構あるんですよ。3トンに追いつかない時があるんですよ、はいはい、で、ずっとそういうのをちょっともうまあイライラするわけですよ。80キロの中でね、高速なんかだと、はいはい、80キロ、まあでも大体皆さん多分あ、入倉さんだ。おう。おはようございます。撮影してます。イライラするわけですよ。はいはいはい。みんな大体100キロぐらいだと思うんですよね。あ、まあまあまあ。トラックはもう今90キロしか出ないし。はいはい、はい。で僕の4トンはそのスピードの関係のそれが規制前のやつなんで。はいはいはい。ついてないです、はい、ついてないから出るんですけど、はい、出ないで す、 そうっす、ね、はっきり言って出ないです。重たすぎてダメって思うんですよ、はい、だから大型に負ける時ありますから。空荷の大型なんか結構まあまあ彼ら力ありますからね。ただ90キロしか出ない、はいはい、でまあそういうことでちょっとこうイライラするわけですよ、はいはいはい、で燃費もパワーボタン普段からはパワーボタン押さないですけど、はいはい、やっぱ高速行くときはパワーボタン押しますよね、はい、押しても何が違うかって言ったら結局初期の回転数があまりいかないだけ、あ、はい、あまりにも回らないだけになってるんで、はいはい、結局一緒なんですよ、はいはい、ほらもうここにこうちょっとこの坂、はいはいはい、立体交差の坂でちょっと力ねえなってことが分かるんですよね。まあ言ってしまえば、はい、編集長のところのデュトロの4000の方が、はい、まあ早いっすよ。でしょ。
ってなって、あれは2トンじゃん。そうっす、2トン積みで4000ターボですから ね早いわけですよ。早いっすよ。でそこでまあいずれつけようかなとか思ってたんですよ、はいはいはい、実は、はいはいはい、で編集長がこのハイエースにつけてるやつ、はいはい、あの編集長友達にもらったやつあるじゃん、あの寺本からもらって言っちゃった、であの勝手に動画作ったやつですよ、ね、そうそうそう、案件でもない、案件でも何でもないのに勝手に TDI あの忖度抜きでっていう、ね、はいはいはい、動画があるんですけど、あのまあそれあの113の方でもね、ガレージ113の方でも貼り付けてもらったんだけど、はいはい、せっかくなんで今ちょっとこの病ってどのぐらい力がないか、そうですね、思想するっていうね、はいはいはい、荷を積んだ状態で、で空にでも正直ね今から行くところは登んないっす。だって山ですもん。山ね、高速とかもいいんだけど、高速よりもちょっと一番分かりやすいように山行ってみようかなって、はいはい、山梨はすぐ山なんですよ。まあそうですね、山も走れば山行けちゃうんで、入倉さんですいい色出てるね、まあ、あのドアミラーに映った色が、あまあそういうことで今からちょっと山行きます、はい、じゃあ山でまた回します。山でまた、はい、はい、ケインカっていうぐらいこうなんかあるじゃん。まああそこすごいっすけど ね最後あそこ試験員だよ多分このチョコレートバックストレートだいやただの生活道路さあ行くよ。いや ここやばいっすからね、はい、こっからやばいっすよ。いやマセコおい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 嘘でしょマジか。ほら、ほら行ってくれ。いや、おい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 。煙突が当たってます。煙突側の木だね。いや、まさかここ観光バスで来るとは夢にも思わなかったですね。まあ路線バスは来ますけどね、ここ。またこの松に当たるじゃん。そう。なんでこの道にしたんですか。いやわかんない、山だったからさ。ほらのほらね。おいおい、あんたそこで止まんないでよ。トラックってみんなこうなんですよ、実は。いや絶対そうだと思う。ここで止まる。こっからスタートするの大変なんだよこういう車。これただ文句言ってるだけじゃないですか。ほら登らない、ほら登らない。このうなり音で判断してもらいたいですけど。はい、はい、ああ違うな。ああ。もしかしたら違うわ。色が違った。色違ったらだいぶ違います、はい、ここにあの静岡のおじさんが眠ってます。なるほど。ほら登らないよ、ほら。あらら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 。結構はい、ちゃんちゃん、はい、はい、後で来るからねお彼岸ですからね。お彼岸ですから。ほら、3速、はい、これで今4番、3番か、はい、2、3、今3番だね、はい、はい、あ、いや、きつっ。思った、なんでここに来ちゃったかなって思った。いや、本当ですよね。こんなの4トンで来るとこじゃないですよ、ないけど。夜景じゃないですけどね。しかも下にお墓があるっていう。そうですね今撮れ撮れって言われて撮ってますけどこの景色どうすか。なかなかいい景色ではありますけどね。いい景色なんです。これ夜見るとね結構いいんですよここ夜本当に真っ暗ですからね。真っ暗でね、昔若い時ね来たんですよね、こういう暗がりに。この先行くとよく走り屋さんたちがよく走ってるとこなんですよ。はい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 。やっぱりカン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 言ってますね。あの鐘鳴らしてますけど煙突ですよし、まあ、これで一通り一応、はい、でカプラーなんで、はいはい、入るところにしか入らないです。そうですね、はい、間違いようがないんで、入る方向でしか入らない。まあそういうとこがいいですね。はい、はい、じゃあ15分
ほどアイドリングしました。はい。で、まあ、あの、チェックランプはついてないです。ついてないですね。はい、これ確認してください。一番最初にやることです。はい、はい、はい。30キロぐらい。30キロか、はい。30キロぐらい走ってくれっていうふうに書いてあるんで、それでじゃあ行きます。はい。で、パワーボタンを押してない。はい、はい。じゃあこれでこう、30キロ走りましたんで、はい、ご飯も美味しくいただきました。はい、これ多分ね、力出てるよ。出てるんですよ。出てる。ノーマルじゃないよこれ。あ、まあ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 、まあ標準値ぐらいなところな、プラスアルファみたいな。だと思う。はい。この辺は1回4番なのよ。はいはいはい。5番のまんまトルク抜けないでそのまんま上がってったね、回転が。まあ、しかもこのカメラを切ってる間に1にしましたからね設定の方は。こっちはパワーボタン入れました。1って、 TDI が11、車がパワーボタンで、ギアは5速と。めちゃめちゃ登ってますけどね。超超加速してる。全然加速してますよ。Yeah. いや、またおもむろに回し始めましたけど、パワーボタンなしですよこれ。パワーなしの今設定は7です。7だけど、いやだけどこんなところパワーボタンないと絶対上がらないもん。いや、あの、そしてここマニアックすぎるんですよ道が。いや、すごいんですよここの山道。え、ここ知ってますけど、知ってますけどマニアックすぎるんですよ。いやにしてもやっぱあのさっきの、まあ、県内では有数のすごい角度の坂を登りましたけど、すごいですね。結構普通に登れちゃったよね。スムーズでしたね。だいたいあれ絶対にパワー入れても、絶対に左東反射線です。ああ、はい、はい、確実に東反射線。あそこはでも普通になんか乗用車みたいな感じで登ってきました ね、乗用車のちょっと遅い車みたいな。はいはい、あのまともな雪が吹きつけてるんですけど。どうしよう。いや俺知らんっすよ。明らかに形になってるっすもん雪が、ね、これ映るかな。いやだね、これ雪なんすよね。帰ろう、帰りましょう。もう坂探して一日中走り回ってる場合じゃないっすよ。坂を探して探してみれよ。いや本当っすね。で今日ずっとここにいるっすもん。助手席、あの乗り心地の悪い助手席で。いや、あの下には傘が何本もいるわけですよ。あー登ってますね。登ってるでしょ。登ってますね。軽い気持ちで来るとこじゃないですよね。大丈夫か、おいみたいな。いやー、登る登る、これはすごいよ。これすごいですね。こっからまたすごいよ。あ、こっち行くんだ。こっち行くんですよ。これはこっち行くんだ。これは日の原の方へ。やっぱりマニアックの道じゃないですか。うわすごい。いやマジすごい。こんなとこ加速しないもん。分かってくけど。まあ、何度も言うようですけど、ハイエース積んでますからね。お金なぁ、今の人。来ないと思ってんですね。地元民のね、あれ。そうですね。で、あれもし〇〇やったら、あ、でも、ああいうジムにありましたね、すげえ。〇〇なんですよ。そうっすよね。だからこの道をよく使うんですよ。ありえるな。すごいな。いやこりゃ登る。パワーボタン入れなくていいや。そうですね、うん、これをじゃあちょっと下ろしていって、7じゃなくて一回4ぐらいまで下げますね。今4にすごい揺れてますけど、4にしました。いやこれ、あーこれは、あーあーあーこれはすごい。でも4でも全然普通登るっすね。いや加速してるもんだって。よっこいしょうじゃないもん。そうですね、スーって登ってますもんね、うん、これはね、入れた人じゃないと分かんない。まあそうですね、体感してもらうのが一番。体感してもらうのが一番。まあ確かにそれはそうなんだけど、まあ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 、なんでもそうだね。フィルムもそうなんだけどさ。そうですね。いやすご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 いですけど、上がってくるたびに雪でかくなってるんですけど。大丈夫、ここからですね。あのとりあえずあのいい中央線くれば下りだから。そうですね、はい、一、二回割れないんで帰りましょう、はい。
すごい、すごいね。真っ白じゃないですか。まあカメラで見ると大したことないんですけど。ああもう TDI チューニングすごいです。わあ本当忖度抜きですごいです。いやすごいですね。はい。じゃあこれで帰ってエンディング撮りましょう。はい、エンディング撮りましょう。はい。ビワチャンネル。もう撮っていいんじゃん。はい。TDI チューニングです。はい。はい。ですね。うちもクーポンコードもらいました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。TDI さんすみません、ありがとうございます。まあ働く車をね応援するキャンペーンということで、はいはい、カタカナで、はい、ピュアって入れてください、はい、そしたらなんと2万2000匹です。ありがとうございます。今後ろにわーってなって出てくるけど、レジの音って、レジの音チャリンチャリンかよ。いや通販のあれにしてほしい。でまあね、一応ここにカンペーンありますけど、はいはい、はい、ピュアチャンネルと TDI チューニングは働く車を応援しますキャンペーン、はい、ってことでクーポンコードピュアカタカナで、ねはい、入力してください、はい、そうすると2万2000円引きになるんで、はい、これは使わない手はないです。まあそうですね、はい、まあいろいろ車種は概要欄に載ってます、はいはい、そこに入ってる車、まあ、今回ねうち4トンやらせてもらったんで、はいはい、トラック系のやつはうちの概要欄に入ってます、はいはい、で乗用車系のやつはまたTDI チューニングさんのホームページなり、はい、インスタグラムだったり、X だったり開いて、はい、見てもらって適用のものがあるかどうか、はい、スープラもあったりいろんな車種があるんでそこに外車も結構多いです、はい、でそこで適用なものであってでまあビワってカタカナ入れてもらえれば働く車じゃなくても OK だと思いますんで、はいはい、ぜひ、働く車応援キャンペーンを使ってもらって TDI チューニングをゲットしてください、はいはい、これはね俺あの後も何回か乗ってるんですけど、はいはい、いいですね。本当にこの荷物積んだ時坂道行く時、はいはい、ストレスがなくなる。あその荷物の、ね、大きさにも、でも重さにもよるとは思うんですけど、ストレスのない運転ができます、はいはい、ぜひ皆さんお使いください、はいはい、で、まあ問い合わせしたい人はねもうどんどん電話しちゃったりとか、まあ、メールだったりとかいろんなことで、ピュアでこんなのやってたけどこの車種はあるのかっていう問い合わせだけでもいいです、はい、で、形が古い TDI だったりの場合はその書き換えをやってくれたりとかもしますんで、はい、いろんなことを聞いてもらって、やってもらったらいいかなと思いますんで、はい、ぜひよろしくお願いします。お願いします、はい、TDI さんありがとうございました。ありがとうございました、はい、じゃあぜひ皆さんもね TDI チューニングジャパン、はい、検索して、見てください、はい、はい、それでは今日はこんな感じかな、はい、はい、じゃあいいねとチャンネル登録、はい、よろしくお願いします。お願いします。アディオス。アディオス。この番組は TDI チューニングの提供でお送りいたしました。チャンネル登録よろしくね。SNS のフォローもよろしくね。できれば動画の拡散もしてくれたら嬉しいな。でも見てくれて